さあどうも高彦ですというわけでですね、はい、今回はですね、私ね祠をクリアしましたということでですね、ちょっとやっときたいことがちょっと一つありまして、なんか次のこと始める前にというのもこれですね、ちょっと見てもらいましょうか。こう地下の方にですね、このバッテンがたくさんありますと、この古びた地図が示す場所、これをねちょっと今回は巡るという回です。はい、本来やりたいところとは若干それますけども、まあ、私ちょっと気になって夜も眠れませんので、ちょっとこれをね巡るという回にしたいと思います。はい、今回ねちょっと何箇所かありますけども、多分ね、まあ、全部古い地図は多分見つけてないと思うんですけど、まあ、ちょっと進めたいなということで一旦ね。で、あとそれとですね、私祝福のね光祠をね多分全部クリアして多分全部集まったんですよね。なのでちょっとこちらをねちょっと還元していきたいということで、自分の体力にね、変えていこうかなと思います。はい、ちょっと一気にやっていきましょう。ここで祈れんでしょ。 OK 任して。あ、そうやん、そういえばあれや、賢者の石やったっけ。賢者の石を持っていますね。その賢者の石4つと引き換えに望みの賢者との絆を深めて差し上げましょう。これね、何がいいんでしょう。で、僕ね結構チューリにお世話になってるから、やっぱチューリかな。ではチューリとの絆を深くいたしましょう。これどうなる、これ最大どんくらい集まるんでしょう、賢者の石っていうのは。チューリとの固い盟約、呼び出せる分身の攻撃力がシンプルに上がるってこと。ああ、なるほど。ということはですね、まだ賢者の石持ってます。はい、あ、ちょっとずつできるんだ。あ、じゃあこの賢者の数だけその賢者の石があるってことね。要は4つなんで4、4、4、16、あとは16、あ、16じゃない、あと12あるんか。で、今回はじゃあシドかな、お世話になってる順にちょっとね、強く強化していこうかなと、固い盟約を結んでいこうかなと思うんですけれども、シド、なるほど、水の賢者。はい、お行きなさい、この世界に安寧を。おい待て、賢者だけじゃない、俺を強化してくれ。祝福の光を授かりし者よ。4つと引き換えに行こう。頑張り多分増えないよね。ハートの器多分増やすしかないよね。ハートの器を増やす、ひたすらじゃハート増やしていきます。こっから増やせ増やせ。これな、何になるってこと、これ何個になるんだ、これ全部増やしたら何かあんのかな。合計で何個になるんでしょう、これハート。まず1個ちょっと数えるのめんどくせえこれパッと見わからん、パッと見何個かわからん、もうちょっととりあえずやっていくわ。よーし、じゃあこれ次でラストだ、次でこれで最後ですね。あら、全部あれ列揃わないんだね、右端揃わないんだ。これあと3つあるんかと思ったけど。お行きなさい、この世界にあんねよ。これ祈れるけどさ、これどういうこと、これ生命力気力ともに満ち溢れています。賢者との絆を深めることを求めるのならば、世界に散らばる遺跡を探すのです。そして賢者の石が4つ集まった時、私の元へ訪れなさい。お行きなさい、この世界にあんねよ。なるほど、じゃあこれがマックスなんだ。 OK、 じゃああとあいつに話しかける時は賢者の石が集まった時っていうことですね。合計これ何個になるんでしょうね、体力1、2、3。待て待て、数えないといけないか、これちょっと20あるんか、上に。じゃあ20と下が17ってこと？ってことは 37？ じゃあこのハートの数が今37個っていうことですよね。これがマックスか。なるほど。完成しました。リンクが完成しました、今。本来の姿。これがリンクの本来の姿ということで。見た目は違いますよ。見た目は違いますけどね。というわけで、ちょっとね、こっからじゃあ探索の方に参りましょうか。まあ一番近いところにワープしていくっていうやり方。まあそんな長い動画にはならんだろうな、これ。オッケー、行こう。じゃあこの端の方からね、右端の方からまあしらみつぶしにやっていきましょうか。あ、こっち上の方にもあるな。あ、これは上からじゃないといけないやつだ。ちょっと行こう。ここからやっていこうか、じゃあ。さあ、じゃあここね、深穴からじゃないといけないっぽいっすよね。危ない危ない、こっちが早いし、早まった、早まった今。そんな遠くからよ、行けん、怖くて。近寄ろう、せめて。危ね。さあ、まあとりあえず上に上げてもらいましてですね、あれ上がんない、あ、来た。はい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 、まあ上からちょっとこっちからね、着実に行くしかないみたいです。というわけで、まあここは深穴からねちょっと行かないといけないので、まあそこからちょっとね地下の方に侵入していこうかなと思いますね。
何かここまでも一回来たとこだかんな。なんか特別面白いものはなかった気がするんだよね。ちょっと待って、遠いな。とりあえず深穴のとこまで行くか。はい、というわけで端の方まで来ましたね。ですね、ここ、あ、ここか。誰かに見つかった今。危なっ。あれか、オクタコスか、オクタコス。ここに深穴があるのよね。こっからちょっと入っていくことになるかな。じゃあ行きましょうか。ここだけなんか孤立してんのよね。祠とか、祠じゃねえ、浜の根とかなくて、ワープポイントがないのよ。ここ初めて入るよね。これどうやっていくんだ、これ細いぞ。ん、ああ塞がれてるわ、穴が。なるほど、じゃあこれを破壊していかないといけないってことね。うわ、爆弾花がないからこれユンボーの出番かな。爆弾花ちょっともったいないわ。お前破壊神、あ、どこ行った、ユンボー。あ、来た、ユンボー。お前なんか、そ、なんか嫌そうな顔してんな、そんな遠くに離れて。お前が壊すんだよこのカフェを。いけ、これめちゃくちゃ詰まってない、これ、きつっ。これはもうなんかもっといい方法ないのか、これ。ああ、これあれか、あれ使えばいいのか。ブループリントにさ、俺もらったよな、どっか遺跡巡った時に、あの、あ、これこれ、どこでも大砲だ、このどこでも大砲ね。これももらった設計図絶対使うことないと思ってたけど、こんなところで活躍することになるとは。よし、頼むぜ、起動。危ないぞ、破壊してくれ。いやー、あ、いいかもこれ。あ、終わった、オッケー。でもこの先もね、きっとありますからね、これ。この先もちょっとこれにお世話になりそうだな、この感じ。あ、とりあえずここは抜けてんだね、あの入り口だけ塞がれてた。うわ、これ運びづらそうだな。待って、これどうなってる、様子を見て一旦。おお、下に。ちょっとこれ持っていくのめんどくさいな。だとしたらどうしよう、もう行くしかない、捨てるしかない、もうしょうがない、あれ持っていくのめんどくさすぎる。あー、すごい埋まってる。何あの石、なんか儀式的な、なんか等間隔に置かれてる石はなんか怪しいという風になんか聞いてますよ、私の人生経験では。うわ、なんか出てきた。おい、これマスターソード持ちだぞ。おい、これ、あ、いいね。オッケー、じゃあちょっとこの上先ちょっと乗って、気になるかの等間隔で並んでる石どこだった。あ、爆弾花がある。なんかもう怪しいよね、すごい。でもいや、マジで等間隔で並んでるだけじゃない、これ。特別何かあるわけじゃないの。おー、煙だけかよ、そうだろう。じゃあ行きましょうか、ここを破壊するってことですよね。じゃあまたあの破壊の兵器を出しますから、ちょっと待ってくれ。おい、何出てきたぞ、何出てきた、こら、あー最悪だぜ。あぶねえ、なんか届いてね、しかも失敗。あぶな、こっちもこっち、あ、これでいいやん、これでこう運びながらもいけるやん、これで。よし、次の場所へ行きましょう、こっちです。これせっかくなら敵にも使いたいな、なんか、あ、いるんじゃないか、敵が。ああ、あそこ埋まってるな、危な。ちなみにこれこっから届いたりする、ほらほら、これもう絶対近くでやった方が早いわ、絶対近くでやった方が早い。上に上がれるか、いや無理だなこれ。あ、でもここに一旦刺しといて、上から受け取れる、これ。 OK、 来たー、この辺かな、け、いや、あ、こ、危ない、あー、ごめんね、誰がぶっ飛んでった。さあ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 、道が開きました、この先ですね、まさにこの先が目的地のポイントでございます。あそこにバッテン印が見えてますね、あそこに何かあるということですよ。なんか敵とか大丈夫、なんかやばいものいない、なんか案外静かやね。あ、あるぞ、あれのことか。待って、もうちょっと隠されとると思ったけど、結構なんか丸出しやね、大丈夫かな、なんか罠とかないこれ。大丈夫、普通に降りれちゃうけどいいのかな。うわー、お前がいるのか、任せろ、やったるね。あ、いた、待って、オッケー、いやー、決めるぜこいつ、俺片付け、あ、やばい、なんで眠りについたぞ、まずい、どうしよう、
あーこのエッジとかで全然やれるから。あーあーやばい、やばいよ、眠りつくの早すぎるって。危ない。あっちょ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 、あいいぞ、仕事してんね。おいおい、普通にこれ倒せるんじゃないこれ。全然普通に、全然普通に倒せる、これ全然普通に倒せる。きた、これでファントムガノン倒し終わりよ。どこから出てくる、来いよバカ野郎。おら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 、やばい、やぶな。よし、ラッシュラッシュチャンス。はい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 、まあ、ちょっと体力削られちゃったけどね。危な、あ、いいぞ、来いよ、ほらほら来た。あいだー、なんで今ラッシュ入ったやろ。おかしいぞおかしいぞ、あい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 、ラッシュは入ってないけどうまくかわしている。だがしかし危なー、これはさっきその器をもらってなかったら俺は死んでいたぞ。これは危ないな。よし、これでようやく宝が取れるわけだ。あいつだったのか、ここの番人は。さあ何でしょうか。イニシエの記されて、お、来た、風の勇者棒。あ、そういう系ね。オッケーオッケー、これはじゃあちょっとワクワクするね。宝探しだねこれは。本当にこれは楽しい宝探しになりそうです。じゃあ多分なんか用ないわここに。うん、ということでちょっと移動しましょうか。じゃあこの右下のところからこうやっていきます。このウォートリーハイコのこの上のカトミバの根っていうところね。よし行きましょうか。はい、というわけでまあ一番ね、近いところの根に飛んできたわけなんですが、待って、方向どっちだ？これは全然後ろじゃないか。こっち側か。こっち側にどうやらあるようなんですけども、ここあれ？ついでに採掘場あるじゃないか。なんか、ついでに取ってくわ。ついでにゾマニウム回収します。せっかくなんで。他、なんかあるかな？道中なんか、でもこう、あのさ、バッテン印の方は正直行ったことないのよね、多分。だからこれなんか面白いものが他にもあるんじゃないかなとか思いつつ、ちょっと楽しみなんですけども。あら、ちょっとこっち、あれこっちじゃない、こっち側、向こう側か。あ、むずくねこれ行くの。上めっちゃ上これ、実はめちゃくちゃだるいこれ実はめちゃくちゃだるい。あ、爆弾花とかこんな生えてんの、こんなところに。ああ、ユンボーお前やりやがったな。爆弾バラ回収してるときに、ちょっと危ない危ない。ユンボーが暴れだしたらマジ爆弾バラ爆発するけん。ちょっといかん。ユンボーお前、罰です。ペナルティ、帰りなさい。さてさてさて、この先にまあ、その、何ですか？イニシエの地図が、イニシエの宝の地図が示す場所がございますけれども。オッケー、じゃあちょっと下からね進めていきましょうか。まあ飛んでもいいんですけど、まあ、せっかくなら多分下歩いた方がなんかいろいろ面白いもんもあんじゃねえかなというふうに思いますので、まあ、結構歩くの好きなよね実はね。よし、暗いですねこれ、端の方なんでやっぱちょっと暗いんですかね。光が行き届いてない、ちょっと明かり花とか使いつつね、より照らしながら進んでいきますか。明るさを求めて。オッケー、このうわーゴーレムおるやないけ。あいつもじゃあなんか景気づけに倒しておけか。本当は、本当はこれ上に飛びたいよね。あの、あれ、ちょっと、わかった。あれだそう。あの床、飛ぶ床。これこれ。浮遊石。よし、こいつをオンにしといて、浮遊石をね、ちょっとこう置いときます、ここに。この辺ぐらいに置いときますか。それで、こいつ通れるふすると。通れるふしといてよ、弓でやりましょう。ちょっと待って、あの弓弓、ちょ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 、ね、これだボタンを間違えて、未だにボタンを間違えるね、ずっと、重心の弓でね、これ爆弾の爆弾バナつけて多分一瞬で終わる。 OK 行こう、おれここだ、この距離から。あいつはそんなに強くないだろう、多分ね2回ぐらいでやれんじゃないかな。どうだ、あ、まだあるのか。こいつでも一つ目だろ、一つ目じゃねえこいつ。あ、違う、三つ目、上等兵だ。まずいまずい、強いぞこいつ。ちょっとしかし、やばいやばい、どこだどこだ、弱点を出せ。あかーんあかーん、
死んでは、そして私は食料を何も作っていない。そういう準備はしてないんだ。塩焼ききのこでちょっとだけ回復することができる。しかしちょっと待ってくれ、俺回復、あ、移動力アップ55煮込み果実で移動力上げて猛ダッシュするしかないから。待て待て、ちょっとみんなが、ちょっとおとりになってくれてるのはありがたいかもしれないな。違う違う、しかしだよ、バカバカ、どうやってやってんだこれ。ほら壊れろ壊れろ、あ、いいぞいい、入ってる、あれ当たんない、まずいまずい、まあ死んでるよ、やーば、死んだ、何が景気づけやねん、危ない、普通に殺されるゴーレムに。戦いづれえな、あ、やったナイスチューリー、お前を強化した甲斐があったぞ。完全に油断してました、死にました一回。そして僕は回復を何も準備していなかった。ええ、だいたいこんなに力というか、こんなにダメージ食らうつもりなかったんだ。俺でもゴーレム倒したけど、なんかないのかな、こういうところってなんか倒したら宝とか置いてるんじゃないのかな。ただゴーレムがマジでいただけか。ちょっと行きますか、じゃあこっちですね。そういえばなんか明かりめっちゃ照らしてくれる装備なかったっけ。ああ、これ発光、これ発光どんくらい、ああいい、明るいじゃん、これいいじゃん、これである程度ちょっとね明るい状態でいけますね。私の周辺はある程度明るい状態で進めます。うわ、クレシア、え、何クレシア採掘口、あ、ここ採掘口だったのか、なるほどなるほど。ちょっと暗いのが難点だな。あ、なんかライトあるじゃん、ライト使えってことこれ。まあでもいいよ、ついてるからライト、はいはい、あ、え、水じゃん、めっちゃ水やんけ。あれ、どういうこと、これってあれか、水溜まって沈んでんのかな。実はなんかギミック使ったら水抜けたりすんのか、わかんないけど、でもこっちからとりあえずあのなんか足場に行かないとね、わかんないよね。とりあえずちょっといろいろ回ってみよう、この中の様子が。あー、なるほどね、これあれだわ、そういうことか、あのゾナウギアは水渡んないといけないから、あの飛びなさいってことね、意味がわかりました、なるほど。なんでこれが準備してあんのか、このじゃあ3つのやつ作るか、でこいつにあのライトつけりゃいいってことよね、ここにあるからね、こう合ってる、これいい感じ、これ、ああいい感じじゃない、こうすると前が照らせるんじゃないかな。オッケーオッケー、ああまずい、危ない、ちょっと待って、結構重いな、ライトが結構重いけど、あーでも危ない、なんか飛んできた、こいつマジなんかおるやないか、危ない、おえー、たどり着きました、なんかおったな、マジであいつ、オッケー、待ってお前、採掘口で宝だけか、何かこうゾナニウム取れるとこないのか。まあいいや、とりあえず開けましょうか、じゃあこの宝箱、よし、なんかすごいものあるか、でもなんかさっきの感じの勇者服、風の勇者ズボンだ、俺風のシリーズ揃いそうだな、これ風のシリーズは今頭とそのあれよね、下半身が揃っているわけよね、あ、登れねえのかここなるほど、じゃあ次のとこ行きましょうかね、こっからちょっとワープしていく、あ、行った、次のところはここですね、またボトリ廃坑付近からこっち側の、あ、ここもあれじゃない、採掘口があるってことよね、なんかあるねここ遺跡、ちょっと行ってみます、ここの辺からね、はい、で、あ、ちょ待って、俺正気やられ回復しよう、ちょ待って、俺体力がないのよ、もう普通にリンゴ食うしかない俺、まあいいか、あ、わかった、鍋使おうか、せめてちょっと体力マックスにしよっか、ね、このマックストリュフありますからね、完全回復プラス1してくれるやつがあるのが、これでいいわ、さあ、OK! マックスキノコのトマト煮込み、こちらちょっとね、食べさせていただきましょう、どれだ、これか、 OK! 完璧完璧、じゃあ向かっていきますか、どこだっけ、あ、全然違う、後ろだ、こっちだ、こっち側だな、おいおい、なんか出てくるやないか、しかも、あっちですね、あー、なんかわかりますね、あそこですね、じゃあいかにもなとこありますね、ちょっと飛んでいきます、あ、爆弾まである、あそこ、あ、下から行けんだ、じゃ下からちゃんと順番に行こう、変な上からちょっとショートカットせずに、
オッケーオッケー。うわ、すごい。遺跡がすごいよ、ここ。初めて来ますよ。何？古代地下展望台だって。展望台なのか。地下の展望台ってなんかすごい変な感じやね。ここからずっと辿って上がっていけるってことよね。めっちゃ上に続いてる、これ。高いよね。さすが展望台だな。いや、絶対何かあるよね。でも展望台、こんだけ大層な遺跡があるってことは、宝の一つや二つあるんじゃないですか？ないですか？ポーはめっちゃいますけどね。デグポーね。デグポー。おっと、ここは繋がっていない。なんということでしょう。じゃあ、これちょっとなんか、飛ばないといけないのか、これ。ああ、足りない。これは無理だよ。ああ、ちょっと待って。これ、あれだ、もう上がんないといけないわ。通れルーフで。せっかく上がったのに。階段じゃいけないのか。古代遺跡ですからね。まあ、ちょっと劣化してんでしょうね、あの辺。崩れたんかな。しかし、ここで多分、上階の方に来ましたね。いや、ありました、ありました。ここで何もないのはおかしいよ、さすがにね。あったぜ。ちょっとポー回収しよう。ポーは爆弾花に交換できますから。後ほどね、ちょっとこれは交換したいと思います。で、宝開けましょう。さあ、なんだ。一体何だ。これも服か、勇者シリーズか。ゾナエネルギーの大結晶。まあまあ、ありがたいけど。今、期待しているものではなかったね、あまり。で、ちょっと待って、採掘口。あ、ここ上もなんかある？これ。あ、ない。ないか。で、あっち側にね、採掘口がね、あるんですよ。光ってますね。ここかな？あ、こっちかな？ここが一応渡れるようになってて、こっち側に採掘口が、カールダニの採掘場です。どっちから行ったらいいんだ？これは上から攻める。あ、上が、ゴールとかではないけど。ちょっとまあじゃあなんか、鉱石回収するわ。せっかく来たし。よし。じゃあね、ちょっと宝開けていきましょうか。宝箱がこっち側にね、あるんですよ。宝箱がありますよ。倒りました、ありました。これだ。これは何かな？これも勇者シリーズか？ああ、鉱石こっちにあった。鉱石取っとこう。さあ、あげましょうか。宝箱こちら。よし。さあ、これもなんか勇者服シリーズかな？来た、始まりの勇者帽子だ。これで、一応ちょっと勇者シリーズどうなってるこれ。始まりの時の勇者服。風の勇者服。大空を持ってんのか。黄昏シリーズは揃ってんだね。なるほど。時の、でも今度始まりの勇者棒は初めてだ。初めての勇者棒だ。次はここになるかな。まあこれは一応まあここも近いけど、まあここ行って右にここ行く感じで行くかね。セオシエの根に行きましょう。はい。で、どっち側だっけ？左側、あ、いや、こっちか。こっちの右側になるのかな。うわ、待って、ライネルおるやないけ。ライネルやったろかな。ちょうど俺、重心の指がね、なかったのよ。ライネルね、これライネル。あ、ライネルの判定がむずい。待て、待てー、あいつちょっとめちゃめちゃ覆われてる。めちゃめちゃ硬いので覆われてるやないけ。ちょっと待ってくれ。あれ破壊しないといけないわけだ、まずね。ちょっと、危ない、怖い、ドブー、危なすぎる、それは。ほら、ほら、あ、ほら、よし、いいぞ。まずその側を剥がしますね、こいつの。オッケー、これで剥がれるか。オッケー、オッケー、剥がれた。よし、そしたらですよ、そしたらですよ、これ、このライネル粉砕剣が一番強いのかな。これでちょっと乗りましょうか。乗って殴る。ほい、あ、危な、危な、危な、やばい、ちょっと待って、全部間違えてる。おれ、よし、オッケー、ナイス、入った。違う、うら、殴れ、マスターソードで来いよ。はい、これで終わるか。これでいけるか、マスターソードの力で。いや、まだか、あと1回くらいいるな、これ。危な、1、2、3、来たー。いやー、なんかまあまあ食らっちゃった。でも全然いけるな、全然倒せるぞ。頑張り次第で。ちょっと、やった。重心の弓が欲しかったんだよ。王家の両敵も一応もらっとくか。そして、ここにね、朽ちてない武器いただけます。なんか、王家シリーズがね、結構好きなよね。やっぱこう、ラッシュしたい派の人間なんで。
大家シリーズが嬉しいんですけど、斬新の太刀。おい、まあ拾っとくか、朽ちてないならもらっとこ。ちょっとまあ行きますか。まあまあ暮らしてたな、クソ爆弾バナあるやん。装備変えるか。歩きやすいやつね、これとかする。これ骨武器アップで、骨武器。ブビンガの樹海、俺こう来たことなかったんだ。ブビンガの樹海、これあれだな、気が暴れ回るやつだな、これ。お、来た、ほら来た、やってきた。うらうらうら、はい、まあ倒したとてって感じか。別になんか必要ないよね、倒す必要もないし、アイテムも必要ないしね。トナニウムが拾えるぐらいで、この樹海を抜けた先にあるということになりますね。そ、爆弾バラめっちゃあるのよね。はいはい、ああありましたね。ここ何ですか、これは。これは何ですか、これ闘技場じゃない、これ実は闘技場か、これ。うわー出た、闘技場だ。何の闘技場だ、ちょっとめんどくせえぞ。じゃあこれマジか、ここが入り口。これ何、何の闘技場これ。まあ多分倒せると思うけどね、俺ライネル一回やってるしね。ライネル5連戦を乗り越えた男ですから、闘技場なんて大したことないですよ。そして、あ、なんか何、君は何、あんたどっから入ってきた、どこの組の人、あなたどこの組の人よ、急に入ってきて、こら何しに来たんだ、どっから来た、おった、そんなやつ来いよ。ちゃんと真ん中近づきたくねえんだ、まだ準備ができてねえから。さあ、まあ私が使いたいね、ちょっとあるんですよ、殺戮兵器を使いたいんですよ。私はそういえば最近使ってないなと思いまして、こちらですね、これをちょっと使いたいと思いまして、ちょっとねこれ準備しておきますか。よし、運びますが、こし、あー、はいはい、閉まりますね、はいはい、あ、リザルフォス系のね、はい、これよしよ、あ、ほら、さあさあ、あとはよろしく頼みます、あとはよろしく頼みます、あとはよろしく頼みます、ちょっと待って、無限にしよう、あとはよろしく頼みます、 OK、 いいでしょうね、これね、あー、まずこれ上に上げたい、俺一回上に上げといて、あー、まあ、ちょ俺上に上がりたいだけ、これでね、ちょ、上に、あぶない、ちょ、待って、上に上がれない、ちょ、登りたい、 OKOK、 よし、あとはもう見守るだけよ。リザルフォスね、全然余裕だわ、やっておしまい、あと2連戦あるのか、リザルフォス2連戦、いや全然強いわ、余裕すぎる、あいつ一体も余裕だろ、別に近づいてこいよ。あれ、ちょ、頼む、機能してくれ、当たってんのよこっちに、ちょっと待て、こっち行こう、じゃ来いよ、来た、やば、やれやれ、俺はもうアイテム回収する、ひたすらよろしく、危ない、時々危ない、こいつ場所が良くなかったね、来たー、俺が手を下すまでもない、急げ急げ、逃げろ、よし完璧、いや仕事したな、あの殺戮マシン、いいね。さ、無事宝箱、ね、たどり着きましたね、これは受け取るとこまで。じゃあ開けましょうか。よっ、さあ何かな、これも服かな、何の服これ、なんじゃそりゃ、ラビオの頭巾、壁画になれる不思議や腕輪を持つ旅の商人の頭巾、壁画は無理だが壁登りの横移動が速くなる、簡単に手には入らない珍しいものだ。横移動、壁登りの横移動、あ、なるほど、横移動してえなって思った時に被ればいいってこと、はあ、まあまあ確かにあるよ、横移動したいって思う時、まあでもそんなに、でも頻繁に、基本的に縦移動ですからね、壁登りっつったら。ちゅうことで、じゃあちょっと一旦ね、さっきワープしてきたところに戻りましょうかね。こっから、じゃあこっからワープしてここに行った方が早いからね、ここに。じゃあもう一回戻りますね。ほんでまあ左側に行くわけですよね。あ、ちょっと正気だけ回復しとこう。これは降りない方がいいのかな、上を伝って行けた方がいいかな、これ。あれか、採掘場だな、ここも。採掘場の宝箱の場所を示してくれてんだね、古い地図は。はい、やってきました、双子谷の採掘場です。はい、やはり採掘場でございましたね。そしたらですね、まずじゃあちょっとまあ拾いますわ、せっかく来たんで、またちょっとトナニウムを先に拾わせていただきます。さあ中身は何でしょう、一体ね。
でもね、勇者服シリーズね、ちょっと揃えたい気持ちになってきました。ある程度揃ってくると。あ、後ろだ。こっち正面じゃなかった。なんで正面はなんか正気が巻かれてるんだ。邪魔じゃないか。さらだ。来た、始まりの勇者服。古の時代の勇者が愛用したと言われている緑の服。シンプルなデザインだが伝統を感じる一品。あ、いいじゃないですか。始まりの勇者服ね。これ始まりの勇者服ってあれかな、なんか初代というか、なんか最初の頃のそのリンクの格好ってことね。ちょっと待ってくれ。あ、あそこにもあるじゃないか。あれだけちょっと取っていこう。ちょっとまあゾラニウム、まあ結局ね、そのバッテリーとかも増やしたいから、あとまあちょっとなのよね、バッテリーもね。まあそう考えると、まあゾナニウムはね、しっかり集めておきたいというわけですよね。こっちまで横移動早いっつってたな。横移動どんだけ早いかちょっと見てみる、さっきのやつ。通常の横移動これね、これ、こういうことよ。これが通常の横移動です。であれをかぶるとどうなるのか。このラビオの頭巾、これかぶると、おおまあ早くなってますけどね。確かに確かに、縦は変わらない。じゃあ横しながらこう上に登ってたら早いとかある、関係ないか。縦の速度は変わんないよね。いるかこれ。さて、やってまいりました。まずサウの根ですが、この古びた地図が示す場所が後ろ側、こっち、こっちか。樹海の先だなこれもね。ちょっと行きましょうか。あったあった、見えたぞ。あっち側か。うわ、どこだこれ。樹海のでも真ん中じゃない。うわって、びっくりした。おい、これ脅かしやがって、チキショー。ああちょっと待って地味にビビる地味にビビるでも危ない、マジで。おーすごい、でか切り株みたいなのがある。なんだなんだ、世界樹のなんか切り株みたいなのあるじゃないか。ここの中に、おい、ちょっと騒がしいな、騒がしいね。お前ほっといてくれ。あっと、おいお前もいんのか。くれ、ちょ、なんで俺ずっとウサギのやつかぶってんだ。お前めっちゃ入ってくるじゃないか。おい、ズーズーしか入ってくんなよ。おい、いつまでウサギのやつかぶってんだ。ちげえちげえ。え、何これ、闇の塊。あ、こんな落とすんだ。よし、じゃあ開けましょう。さあ、なんだ、教えてくれ、何が入ってるんだ。始まりの剣、なんだこれ。古の時代の勇者が使っていたとされる剣、手にすると不思議と懐かしい気持ちになる。つながりがあんの、長い棒拾ってるやん。え、待って、じゃあ始まりの勇者になれるってこと。始まりの勇者になりきれるってことですか。ちょ待って、始まりの勇者でも、あ、これです、始まりの勇者。かわいいな、なんか見た目幼く見えるね、これ。幼い感じに見えます。に始まりの剣を装備すりゃいい、これ。あー、なんか確かになんか始まってる感あるよ始まってる感って何。なんかすごい初期感あるね、でも確かに。まあいい意味でちょっとなんかチープさがありますよね、これ。あー、すごいわ。ちょっとじゃあ次のとこ、ここね、だいぶこれも端っこだな。じゃあ今回の最後はここですよね。ここしかないかな。 OK、 今回の最後はこの付近にある古の地図が示す場所ということで、これ何、これなんかめちゃめちゃ深い穴ない、これ。ん、これ岩落とせんじゃない、これ岩落とせってこと押せる、これ押せんだ。こっちなんかこれ、あー、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、あー、まずい。こっち、違う違う違う、あー、違うわちょっと待って、あー、違うわ、そっちじゃないわ、行っちゃった。で、あそこに多分採掘場があるから、あそこなんだろうな、この感じ。あ、そうだな、やっぱこれ何、これ下繋がってんだ。あー、なるほど、繋がってるわけ、これ。あ、違う、繋がってるとかじゃない。あ、いや、繋がってるわ。なんこれ、なんこれ、これ何、通ったらどうなんの、これ。出るだけかい、こっちに、こっちに出るだけかい。採掘場ここね、なんか広いな、ここ。そんなになんか深くないぞ。もうあそこにゾナニウム早速あるじゃないか。じゃちょっとね、お先にゲルドダニーの採掘場ということで、お先にじゃあまたね、ちょっと回収させていただきます、ゾナニウム。これね、危ない危ない、あー、バカバカ、なんでちょうど下に爆弾バネあるんだ。めちゃめちゃ着地失敗してる、いたー、くそー、めっちゃ食らってしまった。なんか無駄なダメージ今回多いな。何これ、何持ってんの。ブーメラン、綺麗なブーメラン拾っちゃった。綺麗なブーメランいるかな、あんまりいらんよね。じゃあ
回収していこうか。宝ね。さあこれ何ですか。これも勇者服かな。ちゅうことは、あー来た、時の勇者ズボンだ。まあ、景気づけにゴーレムだけ倒しとこう。あそこにゴーレムいたよね。あ、これ王家の槍じゃない。これ来た、王家の槍だ。これはちょっとありがたいね。あれちょっと待って、じゃあこの朽ちた王家の両手剣じゃん。こうしよう。来た、ゴーレムのタイプなんだあれ。あー、あれも上等だ。上から攻めていきたいから一回これ飛びたいんですけどね。あー、わかった、ロケット使おう。じゃあこれをね、縦につけたらね、楽できますから。これじゃあこのラケット王家のにしてつけといて、飛ぶ、これで。おっしゃい、はい。で上から攻めるね、こいつ。どんくらい死ぬんだこいつは。違う、ね、ここは重心の意味でいきましょうか。えあら、よど、ちょっとあんまちゃんと当たんなかったな今。もう一発ぐらいやったな。どこ、あった、よっ。でかつマスターソードで切りに行けばいいんじゃないかな、これ。どうだ、おい、どうだ、オッケー、来た、よっしゃー、やられる前にやれました、オッケー、しっかりね。あ、これでゾナのエネルギーめっちゃ拾えるわ、ラッキー、ラッキー。そして、この生まれたこいつは何につけようかな。槍とかにつけたり、これ、ほら来た、どうだ、これでいいだろう。ということで今回は取りましたね、イニシエのあれを拾ったということで。一回ちょっと戻るか、上にね。あ、まだあった、ここにあるわ、地上にもある。ラムダの財宝、これ多分ね、あれなんだよな、ミニチャレンジなんだよな。ちょっと地底ラムダの財宝も一応取っとく。これ全身に力がみなぎる服、これが崖を素早く登れる服。うわ、これ取っとくか、取りに行こうぜ。じゃあラムダの財宝行きましょう。さあというわけで地上の方に出てきましたね。ラムダの財宝がこの周辺にあるとのことで、ちょっとこれを取りに行きますか。ちょっと馬宿の近くに来たのでちょっと回復だけしていいですか。めちゃめちゃボロボロなってんだよ。さあというわけでちょっと元気になりましたね。あ、頑張りゲージも増えてる、頑張りゲージも増えてるけど、でこれから向かうのはまあラムダの財宝ということで、じゃあ洞窟の中に確かあったから、まあこっちの方に行かないといけないんですけど、あ、逆方向だな、めちゃくちゃこっちだな。あった、ここだ、ここだわ。じゃあちょっと行きましょうか、取りに行ってみますか。これ行ったことない洞窟ね、初洞窟。うわ、ちょっとめんどくせえ敵いんな。来た、ゲー、殴る、あ、やばい、なんでやねん、なんでやねん、で、俺、お前らまとめてぶっ飛ばしてんだよ、お前。はい、来た。あ、マスターソードが眠りについちゃった。で、この先にラムダの財宝があるのですか？あれ、矢印か？これ。こっち側にあるぞって言ってんのかな？ちょっとでも、ここ、壁登りにくい。あ、違う、そういうわけじゃない。オッケー、じゃあ、こっち側にずっと進んで、とりあえず道なりに進んで、あ、なんかいるやん。おい、シェイ、打ち取ったり。あ、いるじゃないか、迷いが。今見えたぞ。ちらついたぞ、迷いが。こっから行けるか？よっ。ナイス。これしっかり拾っとかないとね。で、どこにあるんですか？その宝自体は。財宝とやらはどこに？全然わからないんですけど。滝の裏とかか？あ、滝の裏だ！すごい！滝の裏でした。滝の裏と思って行ったら滝の裏やった。明かりだけ回収してこないか、嬉しいけん。よし、来たー。これね、これなんだっけ、崖を素早く登れる服。すごい、なんか有用そうだな。クライムグローブ、壁登りスピードアップね。いいじゃないですか。古代の技術が使われた壁登り用グローブ。指先が滑りにくく、力を込めやすくなる性能を持つため、快適に、軽快に崖を登ることができるようになる。おー。素晴らしい。ということで、こちら、なんとかグローブでした。ということで、次は、あ、ここ？この、レンイゼの祠、ここか。さて、まあ、また多分ね、洞窟に潜っていくことになると思うんでしょうけども、ここどこだ？あ、これ、あれか、木の幹にこう囲まれたところか。あ、なんかいるな、めっちゃ。あいつら無視していくか。こっち、あ、これ？
関係あるこれ。あ、これ別に関係ないけど宝箱が埋まってますね。トロ見つけたし。よっしゃ。なんだこれ。なんか矢とかが爆弾花とか。おお、毛の両手剣。朽ちたやつ、しかもここに入れんじゃないよ。これもうまず斬新な太刀よりいるか。オッケー、まあ一応もらっときましょうか。拾ったんでね。で、ここちょっと関係なかったです。ここでした。こっち側でした。なんすかこれ。あ、これ破壊しないといけないのか。そういうこと。あ、いや、そんな、そういうことじゃない。え、なにこれ。こっちに入り口あんのかよ。これ破壊していくんかと思うんだけど、これ破壊できねえわ、そもそも。どうだ。破壊できるんだ。お、すっげえ出てきた。すごい。よし、でも夜光石か、全部。で、中にはあるんでしょ、夜光石。来た来た。で、この先にね、このラムダの財宝が、財宝じゃない、宝石、宝箱か、が眠っているわけよ。もうせっかくならこれ破壊しよう。なんも出んのかい。なんじゃ、ここ。あー、すごい。でも夜光石の塊がすごいな、ここ。夜光石でもそんな使わんけどな。ダイヤモンドと交換できるとか、そんなんやったっけ。そして、あー、お、迷いがあそこにいますね。あれ、ちょっと撃ち落としときますか。頭撃ち抜いたらいいかな、これは。おれ、ケイ。でも、ラムダの財宝は、そもそもどこにあるんですか。どこにあるんだろうか。どっか、洞窟の道があるんでしょうか。あ、なんか怪しいですね、あの上の方。なんか、ここなんか道になってたりするんじゃないですか、実は。どうですか。ですね。はい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 。じゃあ抜け道がありましたよ。よいしょ。あったー、ここだったわ。爆弾花めっちゃあるよ。そして嬉しい。爆弾花めっちゃあるの嬉しい。じゃあ取りますか。さあ、なんて書いてたっけ。忘れちゃった。蛮族の服。遥か昔、フィローネ地方を拠点にしたと言われる戦闘部族の服。身につけると刻まれている特殊な模様によって闘争心が湧き、攻撃力が増加する。攻撃力アップの服ということね。はあ、はあ、いただきました、ラムダの服。はい、というわけで、まあちょっと天空に戻ってきたんですけれども、ちょっとね、じゃあちょっとね、拾ったものだけちょっと一緒に確認していきますかね。せっかくなんでね、ちょっとファッションショー開催していきたいと思うんですけれども、あ、まず何ですか、何が揃ってる今。始まりのやつか。始まりの勇者服ね、これが。始まりの勇者服がね、あの揃いました、今回。はい、これがまず一つで、もうあとなんだ、揃ってない。あ、でも揃ってないの、あれだ、時のやつ揃ってない。風の勇者服でも揃った。風の勇者服が揃いました。風の勇者服こんな感じだよね、これ。そして黄昏の勇者服、これはね、もともと揃ってました。これは揃ってました、これはね。で、あとこれでしょ、ラビオの頭巾、こいつが揃ってるのと、あとなんかあれか、これ、蛮族の服。ちょっと蛮族すぎるね、こんな感じやったね。なるほど。で、あとこのクライムグローブ、これ登れる、めっちゃ登りが速くなるってやつね。あとなんか拾ったっけ、ちょっともう覚えてねえわ。っていう感じで、まあまだね、ちょっと多分揃ってないんで、まあ多分ね、イニシエの地図が、宝の地図が、この示す場所っていうのは、まだ多分あると思うんですけど、とりあえずね、現段階でちょっと途中休憩じゃないですけど、箸休め的に、祠を一回クリアしたっていうことで、アイテムをいろいろ回収してみましたっていう感じですね。そういう動画です。動画でした。はい。それでは、ありがとうございます。